Just a New Day。 皆さんこんばんは。さて毎週この時間は T43 の3人でお届けしていく Just a New Day でお楽しみください。お届けするのは太郎こと森本太郎、サリーこと岸部一徳、ということで3人というよりか先週に続いてジュリもまた今日休みということで2人でやるわけなんですけれども、忙しいのよ。忙しいんだね。暇なの？え？暇なの？これどういうわけかね。このラジオの時だけ空いてるんだよね。空いてる。運悪く。ああ運悪くね。運悪く。沢田はどうちょっと待って。このね、運悪くって運よくて言ってほしいな。今まで沢田以外の人我々抜けたことはないよね。ないね。必ず沢田が忙しくて抜けてると。こういうことになってるんだ。まあ忙しいからね。それぞれね。決まるし、まあ、本当たまたま我々は相手なんですけど、たまたまね、上手に、まるで計算したように、そういうことでね、今日は2人でまた頑張っていきたいと思います。まあ本当にね、毎週毎週たくさんの、拍手やお便りいただいてますけれどもね。では早速リクエストをいきたいと思います。大阪府の沢田佳代子さんのリクエストですね。カスケーズの悲しき雨音。柏市の神田のり子さんからのファックスなんです。神田のり子さん、聞いたことある名前。聞いたことあるけどね、まあ、忘れとこ細かいな、神田のり子さんからなんですけれども、ジャスタニューデイの係リクエスト曲ビリー・ジョエルのストレンジャーをお願いしますといきなりリクエスト曲から来ましたけども、ところでコンサートで外国曲を使われるときはどういう理由で選ばれているのですか。好きな曲だから、2音域や演奏が自分たちに合っているから、3周りの人に勧められて、また日本語詞でもなかなか覚えられないのに外国曲を覚えるのはもっと難しいと思うのですが、もし忘れた場合どうされていますかということで、また1誰もわからないだろうと適当な英語を使う、2英語風に聞こえるデタラメ語でごまかす、手のひらとかに書いてある、それから絶対忘れない、もしボーカルが間違った時コーラスは合わせる、構わず楽譜通りマイペース、ボーカルに全信頼を置いているので自分が違っているのかと錯覚してしまう、面白いエピソードもあったら教えてください。柏市神田のり子さんからのファックスなんですけれども、まず1番目の外国曲を使えるときはどういう理由で選ばれてるという、どうやって選曲してるかな。これはどうなんだろうね、まあ、タイガースの場合はタイガースに合うだろう、あ外国曲でも曲、まあ、例えば、でもね、ジュリーに合うんじゃないかとかサリーに合うんじゃないかとか、それうまいことを、そういうふうに、それをちょっと自分で考えながら、ジュリーなんかは選ぶのかな、で自分の好きなやつとか、ね、だから好きだから選ぶことよりか合うか合わないかは歌いやすいとか、なんか自分には合ってるとか、そうやね、まあこれ一回さらに聞いとかないからね、そうやね、これはだからまあそういうことですね。それから英語の日本語しても覚えるかな、とか英語の歌詞を忘れた、
た場合どう歌うかって言ったら、デタラメ英語はまずないな。デタラメ英語って言ったらゴールデンカップスのデイビーがデタラメで歌ったっていう噂も。忘れるというよりか、なんか2番の歌詞が出てきたりとか1番の歌詞が出てきたりとかしない？それはするよね。うん、数少ないけれども僕なんかは。そんなことないよ、僕よりか多かったよレパートリーは。いやいや、もう1番2番がね逆になったりとかあるよね。完全に忘れてしまって棒立ちになるっていうことはないね。そんなことはないよね、あんまり。そうね、一瞬抜けるっていう時はあるけどね、白くなるみたいな、歌詞が抜けるっていうことはあるけど、そうだよね。それからもしボーカルが間違った時、コーラス、要するに我々がですね、特に、例えばジュリーが間違った時コーラスを合わせるか、合わせるか、間違った時に合わせるっていうことは難しいわな。歌詞ね、追っかけの場合は別だけどね。あの君だけに会えよの時は、あれ、ま、ついていきそうな気がしない？間違ったやつをそのまま、それはその聞いて次言うわけだから、間違った通り言うよね、そら言うよね、それからボーカルに全信頼を置いているので自分が違ってるかさ、全信頼というかさ、頭よう間違うたよな。間違うたよね、意外とね、信頼してないっていうこと。いや、そういうことではそんなことはないけど、ただ信頼とか信頼しないとかっていうことは頭にはないわな、その時は ね。ただあの人の歌うまんまついていくだけですよね、我々は。そうそうそう、まあ、うーとかあーならいいけど、歌詞の場合はね、そうやな。だからユニゾンの場合は困るわな。困るよね、一緒にね歌詞を歌って、いろいろ、だけどビートルズのね、ノーヤマンっていう曲があるんだけどね、3番ぐらいの時にね、レコーディングなのに、ジョンとポールが違ったような記憶はあるんやけどね。そのまま残ってるわけ。そう、それ一回聞いてごらん。僕ね、あれと思った時あるのよ。あのノーヤマンっていうのも、まあだからレコーディングでもそういうのもあるよ。今度一回ノーヤマンリクエスト出してみようか、我々ね、と思うんですよ。一回聞いてみようよ、そういうの。間違ったらあれだけどね、なんかね、言葉が違ってるのが歌ってるような。だから当時ってさ、チャンネル数が少ないから、間違ってても OK 出す時っていくらでもあるのよ。だから昔のレコードってよう間違ってなるよ、タイガースだってコーラス間違ってなるもん、もうそれそのまま、そのままもう雰囲気でいいと、いうふうに。だから後でコピーしたら取れないのよ、間違ってるから、間違ってるから、もう、そういうことあります。面白いエピソードっていうのは何かあるかな。面白いエピソード、僕は一回、あれはタイガースの時か井上バンドの時か知らないけど、曲をやってる時にトイレ行きたくなって、タイガースの時はもうね、我慢できなくなって、それでもうバーッと置いて引っ込んでしまった。覚えてる。あの時なんでベースを置いていくねん。え、ベースを置いていくのがおかしいって、ステージに。いや、ちょっとでも早くできる状態。そこまで覚えてるわ。そう普通はね、あのまま行けばよかった。ベース持っていけば、あ、なんか弦が切れたかなとかね、ちょっと故障したのかなとか思うのに、ベース置いてやね。そうもう一目散でトイレに行ってるわけ。もうどうでもよくなってるわけよ、その、ステージはもうどうでもいいと。そういう時はね。それはひょっとしたら家の時はズボン脱いでからトイレ行くタイプちゃう？それと同じでベース置いて。これそう思うわ。ああいう時もあんのよね。エピソードね。面白いエピソードね。そうやな。克実はな、ステージ飛ばしたことあるけどな。それは遅刻して遅刻でした。来なかった。2回ぐらいあったかな。あったよね。遅刻はね、常連だからね、お前は。そうね。そんなことぐらいしかないのかな。そんなことだよね。それでは、神田のり子さんのリクエストで、ビリー・ジョエルでストレンジャー。
ジャーを聞いていただきましたけれども、そういえばさっきノーヤマンって言ったけどもね今思い出せばね、思い出した、いやライブのノーヤマン、ね、の時、ライブの時だったのノーヤマンが確か連れてた、ね、ちょっと間違ってね、レコードじゃなくてねと思い出した、思い出していますと、よかったね、はい、それでは次のハガキ読みます。東京都板橋区の星野智美さんからなんですけれども、T4C の皆さんこんばんは。サリーのドラマや映画とは違った優しいイメージでふわっとした話し方がとても好きで、毎週楽しく聞いています。ところで皆様はこれは絶対ダメとか嫌いとか許せないという苦手なものってありますか？私はこれからの時期に多い無種類全部、特に黒くて大きいゴキブリ、苦手というかとても恐ろしいです。3人は何かありますか、お聞かせくださいという、何かありますかね、これは苦手とかこれは絶対とかこれは許せないとか、そのこの人のゴキブリみたいなこと、うん、うん、でもいいし、これは僕ね、これは許せないというのも変だけどもね、うん、やっぱりすごく嫌なことがあってね、嫌なことでよくあるのよ、うんうん、あのね、まあ、サリーも経験してると思うけどね、うん、その新幹線乗ってる時とか、うん、あとファミリーレストランだとか、うん、そういうとこであの小さい子供、うん、3歳とか2、3歳とか、うん、ものすごいわーわーうるさい時あんねん、 あるよね、うん、あれね、それでね僕ねもうキレるとね親に怒りに行くんだけどね、うん、平気なのよ、うん、遊ばしてるわけだ、そう、それでねお昼時とかなるとね、うん、何奥さん同士がお互いの子供を連れて一緒に 4,5 人でワイワイこう、うん、食事をしてると、奥さん同士が話してて子供は同士はうるさいのよ、うん、でも知らん顔してんのよ、あでもそこにもう目が当てられ、目も当てられないというか、もうキャー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 甲高い声でね、うん、あれは迷惑ね、やっぱり、あそうやね、やっぱり公共の場やから、うん、ファミリーレストランにしても、それから新幹線の中でもそうやん、うん、うわ泣いたら普通は抱いて通路を連れていくとか、うん、ね、そうそう、静かにしろとか叱るとかね、叱らないのよね、はね、やっぱ親はおかしいし、やっぱり人の迷惑考えないという、うん、それも許せないの、意外と多いよね最近そういう母親が、親っていうかな、母親自体がね教育されてない、教育の資格がない人が多いんで、うん、分からないのちゃう、うん、それがなんで迷惑かが分かってないのかね、うん、だから子供やから仕方がないとかね、うん、これね、あのよくね外国とか行った時の、うん、ファミリーレストラン行ってもな、うん、絶対子供はねおとなしいよ、うん、おとなしく食べてるから、うん、もう日本の場合は本当にそのそれ意外とさ、そのファミリーレストランでさ、例えば騒ぐ子供がいるとするでしょ、うんうん、で全く違うそのちょっと高級な店とかあるじゃない、その子たちが慣れてない場所とか、うんうん、そういうとこ行くとねおとなしくなる、ああこれも不思議だなと思うんだけど、ね、子供はだからその場所は騒いでもいいと思ってんじゃない、うん、だから誰も怒らない、怒らないから、うん、ねえ、もう僕なんかは、うん、もう本当にファミリーレストランで引っ叩いたな、うん、子供に、うん、別に泣けば泣くほど引っ叩くのよ、うん、そ、まあ、確かにその時は周りの人に迷惑がかかったよ、うん、だって思い切り泣くんやから、うん、だけど2回目からないからね、うん、ここではギョギョしないといけないと、うん、要するにまた殴られると思う、騒いだら殴られると思うから、うんうんうん、それ理屈は分かんないんだから、2歳とか1歳児はそういうことしたら叩かれると、これが大事なんだよね、そう最初はね、うん、我々も子供の頃怒られるってそういうことだよね、殴られるからやと、うん、そのやっていいことと悪いことの分別なんてつくわけないんだから、うん、小さい子は、そうそう、だからこれはね親父に殴られるから悪いことなんだと、こういうことで覚えていくんだよね、誰でも分別つかないといっぱいいるのに、うん、それが腹立つことや、ね、それを知らん顔してるから腹立つね、うん、もしくは優しく「ダメよ騒いじゃ」って言ってまたピチャピチャ話して、そんなの、うん、そんな注意なんか今時の子聞くわけない、そうやね、それが腹立つ、うん、そういう子供を持つ親は気をつけてくださいよ、うん、もう知らん間に人に迷惑かけてるんですからね、そうやね、うん、そういうこと、あとなんか「いやこれは苦手」とか、ゴキブリは平気よね、僕は平気だな、ゴキブリもそうでもないね、虫類は大丈夫だね、うん、僕なんか、まあ、汚いかもしれないけど、うん、ゴキブリ手で捕まえちゃうからね、うん、そうカッと捕まえて、
それで捨てるという。蜂の巣は蜂の巣はね意外とあれつかみにくいよね。まあ京都にいた頃なあったな蜂の巣ってね、蜂の巣、うん、ちょっと怖いよね。そうやな、うん、ただ襲われはしなかったけどな、うん、蜂に刺された経験もないね僕。あそう、うんうん、ある。いやそれはないんだけどね、うん、時々蜂の巣が庭にできてる時にね、うん、それをどうしようかと、うん、結構で難しいよねなかなかね。どこのいい、え、どこの話です。東京で、東京でね、あ、そうなの。うん、ボーッとなんか棒でつつくと一斉に向かってくるんじゃないかとか思うから。いやいや蜂によっては危ないからね。夜寝てる時にそうすればいいかって、ちょっとそれも怖いから、うん、なかなか怖いなっていう。あれはなんかその保健所とか行ったら取りに来てくれるのちゃうの。大きいやつはね、スズメバチとか。ああそうか、小さいのはな、小さいでそんなもんいちいち。そうか、うん、蜂はなんか嫌やな、苦手っていう意味だよね。そんなことかな。いや腹立つこといっぱいあるけど、まあ、やめとこうもいっぱいある。いやいや、あの次回にそうそう、ちょっと腹立つこと、腹立つことって結構多いですよ、ね、そうやな、うん、サラダも入れた時に、あ、サラダはありそうやね、うん、そうそう、短期やしな。そうそう、それはサラダのために置いとこう、置いとこう、サラダのために置いとこうってないからあいつはもう腹立つことばっかりで生きてるのかいなそんなことはないでしょ。まあでも、うん、誰しもあるわな、そら、あるある、うん、ないっていうやつは嘘やで、腹立つことはないなんてね、うん、それはもうですよ、表面的にいいこぶってるだけなんで、うん、絶対あるはずねえな。まあそういうことでね、それでは、リクエストはちょっと違う人なんですけれども、うん、名古屋のケントの母、沢田賢治の賢に人って書いて、まあ、賢人と呼ばないな、ケントの母という、ね、ケントかね、母さんからのリクエストで、ジュリーの曲です、泥棒。探し続けるお前を
ンディングの時間になってきましたけど、早いね。いやだけどね、さっきも言いましたけども、うん、もうなんかこういう時代かもしれんけども、うん、本当にあの世の中っていうのは納得のいかないこととか、うん、いろんなことがありますね。あるよね、これは何が悪いでしょうか、うん、本当に全てそのなんか世の中が悪い方向に行ってるような気がしょうがないのよ。長い間かかってこういう風になってきたんだね。50年ぐらいのね、うん、ちょっと偉そうかもしれんけど、その戦後のね、うん、あの時代からいい時期が来て、そっからガーッと、そうそう、もう人間の考え方、行動力、うん、全てなんか悪い方向に行ってる、うん、そうね、うん、まあ、もちろん、まあ、いい人もいいんだけども、なんかこうなんかぬるま湯に浸かったっていう感じが長かったのか知らんけども、なんかね、まあそういう、まあハガキなどもね、また来てもいいんじゃないかと思うんですけども、はい、またファックスだとかね、リクエストはいろいろお待ちしますので、よろしくお願いします。たくさんのメッセージをお待ちします。お相手は僕、森本太郎、岸辺一徳でお送りしました。はい、それではまた来週、さようなら。この番組はプレジデントクラブの提供でお送りしました。